サービスを提供していくことが成長の鍵。気がついたら DevOps だった。自宅にラックがある。ブログに悪口書いてたぐらい嫌いな会社だった。 DevOps ください。今回は記念すべき第1回目ということで、マイクロソフトコーポレーションのリオさんをお招きいたしました。個人的にリオさんのことを、Linux の人という非常に雑なですね、イメージだけを持っているので、ぜひ、今までの経歴とか教えていただけたら嬉しいです。ツイッターでフォローしてくださってる方は、普段、くだらないことをツイートしてるただのおじさんっていうか、ハムスターのアイコンの人っていうぐらいの認識だと思うんですが、まあ、2000年からですね、SIR に5年ぐらいいまして、で、その頃は本当まだソラリス、当時まだ3OS も結構動いてて、ただ、本番サーバーソラリスで立ってるんですけど、テスト用ってお金かけられないんで、Linux でやってみるかみたいなね、そういう状況だったんですね。レッドハット Linux の6とか7とかあたりが、メールサーバーとか、ファイル共有のサーバーですね、っていうのに使われてたんで、まあ自然とレッドハット Linux 触ることになったっていう、人間です。もともとですね、ウェブページの画像を、Adobe のイラストレーターとか、フォトショーで作れる、そういうスキル持ってるっていうのと、で、あとはその HTML、それができるってんで、まあ、転職したんですね。ただ、その頃ちょうどですね、その動的にウェブページを生成するような流れが来た頃で、CGI とかって、わかります？さんと同様、昔、工作。なんかあれですね。伝説じゃないけど。あるという。はい。まあ CGI パールで書いたり、C 言語で書いたりとかしてたんですけど、あと、まあ JavaScript も使うし、まあ PHP で Web ページ生成するみたいな流れが来てて、PHP で書くとですね、むちゃくちゃ遅かったんで、大きなデータ処理なんか PHP だとやらせられなくて、PHP から C のプログラムを呼び出して、処理させる。はい、まあそんな PHP で、動的にウェブページ作るんですけど、まあデータソースとしてね、データベースが必要になるので、Postgre だったり MySQL だったりとかねっていうところから引っ張ってくると。ただ、今お話しした時代って、サーバーのメモリが 256MB あったら結構いい方だよねみたいな頃なんで、もうむちゃくちゃ遅いわけですよ。まあ、Linux のカーネルの、ね、パラメーターもいじらないと性能出ないんですよね。で、まあ、そうなると、Linux もゴリゴリいじるようになったっていう流れですね。だから元からだからね、Linux じゃなかったんですよ。今仕方なく、徐々に OS とか Linux も触るようになったっておっしゃってた。はいはい。ですが、当時は遅いけど、まあ、こんなもんでしょうと割り切ってしまうエンジニアの方もいなくはないんじゃないかなと思っていて、ただその中でリラックスをゴリゴリ触る方にシフトされていった。やっぱり、まあ、探求心、チャレンジ精神、まあ、それが今のご活躍につながってるんだと思うんですけど。そうですね。仕方なしにって言ったんだけど、今から考えると幸運だったなって言い方できるかな。今の Linux と比べるとはるかにシンプルだったから、理解もしやすかったんですよね。でもそんな感じでしばらく、まあ、Linux やって、てるうちに担当してる中に観光庁のシステムとかがあって、セキュリティすごいうるさい観光庁さんもいるんですよね。で、そうすると、で、まあなんかその頃 Linux でセキュリティっていうんで、セキュリティエンハンスト Linux って SE Linux ってやつですね。それを勉強して、そのユーザー会で、まあ当時レッドハットにいた方に誘われて、2005年にレッドハットに転職しまして、で、レッドハットなんだかんだ居心地よくて、結局11年ですかね、レッドハットエンタープライズ Linux の、レールですね、のエヴァンジェリストをやってました。で、その頃から、自宅に Linux のサーバー10台ぐらい立てて、運用して、面白かった。たんですよね。可能性を感じられたっていうのがやっぱり大きかったかなっていうのはありますね。で、どんどんカーネルが良くなって、ネットワークも最初自宅でサーバー立てた頃は 10Mbps だったのが今自宅 10GB ですけど、あとは大きかったの2008年から自宅のサーバーのメインのストレージ SSD に切り替えたんですけど、これが効果大きかったですね。10台あった自宅のサーバーがあっという間に1台になりましたからね。いや、さっきも
はい、さらっと10台自宅サーバー立ててって時笑っちゃいましたけど当たり前のようにご家庭にサーバーを立てられて、いや、あの自宅にラックがある、ある、あるのかな。あのそんな藤田さんの今までの歴史および自宅のサーバーの歴史なんかも聞かせていただきましたがレッドハットに転職した頃の自分に11年後、お前マイクロソフトで働いてるよって言っても多分信用しない昔大嫌いな会社でしたからね、マイクロソフト。そうなんですね。ブログに悪口書いてたぐらいマイクロソフトって嫌いな会社だったところに、よもや在職してるってのは不思議な気分なんですけど。で、2016年にですね、転職しまして、その頃、ちょっとあるお客様のところで発生したトラブルシュートの中で、まあ、Linux のカーネルのソースコードを見せながら説明したことあってですね、たまたまそのお客さん、C 言語とかでゴリゴリ書かれてる方だったんで、ちゃんと理解してもらえたんですね。で、そしたら、マイクロソフトにも Linux カーネルが分かる人がいるんですねって言われて、いやいや実は今いるんですよみたいな、はい、表紙だったんですね。そうですね。で、今はね、 Kubernetes とか PostgreSQL のコミッターも Microsoft に在籍してたりして、で、別に今 OSS って特別なものじゃなくなってるかなと。最初、まあ先ほど言った通りで、その OSS 全般、本当にもう Linux、PostgreSQL から、PHP、Python とか含めて、もう OSS 全部みたいな。あ、ちょっと広すぎるよねっていう感じ。ちょっと比喩でよく言ってたんですけど、その頃。ビルがこう一棟立ってて、そのビル一棟が、まあ Windows、Windows、SQL サーバー、IIS サーバーみたいなビルが一棟立ってるよと。で、隣のビルの1フロアぐらいをマイクロソフトは OSS だと思ってたっぽいんですよね。そうじゃないよと。隣に立ってるビル丸々1棟 OSS だよっていうのに気づいたんですよね。あるところで。ここ数年はその OSS データ TSP ってポジションで仕事してて、Postgre、MySQL、あと CosmosDB っていうドキュメントとかグラフを扱えるちょっと特殊なノーシーケンスを担当しています。日常的に GitHub 使ったりとか、あと日頃触るのももうほぼ OSS ですね。開発職ではないので、DevOps そのものをやってるって感じではないんですよ、自分の場合。開発とか運用の理想を考えると、こうなるだろうなっていうのは、まあ経験的にはちょっとわかるかなって思ってますね。今ってその全ての企業がサービスを提供していくことが成長の鍵みたいな流れがあると思うんですよ。例えばなんですけど、自動車メーカーさんって車を作って売ると。いうのが、まあ従来のビジネスモデルなんですよね。でも今はそのモビリティサービスって、つまりその車を中心として、まあ人が移動する局面全てについてサービスを提供していくように変わりつつある。サービスって形になると消費者のロイヤリティが上げられる、便利なサービスって使い続けるっていうふうになる、つながっていくので、まあそれぞれの企業が、まあこういったことを一生懸命考えないといけないっていう課題かなと。まあ悪い言葉で言うと、ロックインしていく。お客さんがもうそのサービス使うのをやめられないみたいな、っていう状態にしていく。まあ、機能を追加したりとか、宣伝するとかってことを継続してやらないと、そうできないですよね。なんで、そうすると、その、半年に一回新しいソフトウェアリリースすればよかったのが、毎日どころか、一日に本当に何回ももう細かい修正して、どんどんソフトウェア更新し続けないといけなくなっちゃったっていう状況ですよね。CICD、皆さん多分聞いたことあると思うんですけど、ソフトウェアをその高頻度にリリースするだけならできるんですよね。仕組みさえあれば。ただじゃあテストパスしたから、そのソフトウェアって絶対に問題なく動くかっていうと、そうじゃないですよね。例えばその急激なアクセス集中が起きた場合考えると分かりやすいですけど、ソフトウェアにバグが一つもなくても、動かなくなっちゃうんですよね。で、これは要は運用側の責任なんですよね。で、クラウドでオートスケールすれば、多分これって部分的に回収すると思うんですけど、じゃあさらに災害時にもサービスを提供し続けるとか、いろんなこと考えないといけなくなってるんですよね。まあ、開発するっていうことと運用するっていうことを、分けて考えることが難しくなってる。一緒になってサービスの価値を最大化するっていう方向にこう向かないといけないと、で、開発側からしたらね、コードを書いて新しい機能を追加していきたいわけじゃないですか。でも運用側って
安定稼働させたいんですよね。うん、開発側はどん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 新しい機能を入れるけど、新しい機能を入れるってことは不安定にもなりかねないじゃないですか。そうですね。うん、従来の考え方でいくと対立軸なんですよね。開発と運用って喧嘩になる。でもあらゆる企業はサービスを提供するようにならなきゃいけない。でそのサービスはどんどん改善していかなきゃいけない、うんうんうん、これが一番の共通の目標ですと。そこに向かって開発と運用が同じ目標を共有してそっちに向かわなきゃいけない、うんうん、これが DevOps だと思うんですよ。要は CICD を実現するツールだけじゃダメで、うんうん、カルチャーだったり組織の変更も必要ですよね。そうですよね。 CICD があるぜとか本に書いてあったこれやったぜっていう表面的なことじゃダメってことですね。ダメですよね、うん、ジェンキンスおじさんを使うようになったから OK だぜじゃないんですよ ね、 そうですね。おじさんはツールであって、でここにね、その開発と運用が対立するっていう構図にさらに今度ね、セキュリティっていうのもあるじゃないですか。これもね、今サービス便利ならセキュリティがおざなりでも別にいいっていうふうにならないので、うんうんうん、デブセックオプスっていうふうに、ね、なんか3つ組み合わさったやつになるじゃないですか、はい、でまあ、これちょっと今日の話から外れちゃうんですけど、まあ、要はその開発と運用にしろセキュリティにしろ、まあ、もしかしたらもっとその外の組織、まあ、例えばビジネスサイドとか経営とかでいろいろ出てくるかもしれませんが、まあ、ほっとくと対立構造が生まれて当然ってところをそうさせずに、あくまでゴールはサービスの価値を高めることですよねっていう前提が握られているカルチャーっていうのが大事なんですね。ちょっと対立構造があって本当にそのままバトルしてるだけの環境とかも正直言ったことあるんですけど、まあゴール踏まえると不毛でしかないと。マイクロソフトの中でもキーワードとして、うん、ワンマイクロソフトっていう言い方をすることがあって、でこれもまあカルチャーですよね。別にその仕組みがあるわけじゃないんですよ。営業さんが言ったことがちょっとオーバーコミット言い過ぎてるんだけども、うん、じゃあそれをエンジニア側で否定するじゃなくて、うん、で一緒にどうやったらお客さんに対してベストな提案になるかっていうことを一緒に考えましょうとか、うんうん、あ、すごくいい言葉ですね。本当今出たその営業と開発のいがみ合いみたいなのも本当にあるあるでありますよね。そう、いや、ありました。私も経験ありますなんでそんな金額で受注してきちゃったのっていう。確かに自分もありますあります。いろいろ学ぶ場合はなんでなのよプンプンっていう風にただ思ってただけのこともあるので、まあ、だからやっぱほっとくとそうなっちゃうから防ぎましょうよ、こう一緒にやりましょうよっていう考え方が大事っていう。そうですね。一番面白かったっていうとちょっと失礼なんですけど、うん、昔ね、うん、あるお客様からデブオプスくださいって言われたことあります、ね、私も欲しいですねそれはっていうのは、まあちょっとおふざけですけど、ね、多分ね、そのお客様はやっぱツールか何かだと思って、ね、デブオプスっていうね、デブオプスっていうか、まあその CICD に連なる流れってかなり昔からあったように思うんですよね、うんうん、サーバーにアップロードして、うん、コンパイルして単体テストまではなんかシェルスクリプトで自動でやるみたいなことはやってたんで、ただまあコンピューターのね性能が上がってツールがよりその複雑なことができるようになって CICD の素地が整ったのはまあ事実で、そこからまあ DevOps まではあんまり時間かからなかったように思うんですよね。おお、なるほど。ちょっと自分の目で見てきたからこそ語れるそういうお話すごい面白いです。私は結局教科書で学んだような内容しかちょっと知らなかったりするんですよね。とはいえ、まあ、DevOps 推進する JGOOP さんにいらっしゃってやられてるんで、うん、まあ、横田さんがその DevOps を採用しようとするお客さんと仕事してて、そのお客さんの中で共通な課題とかってあったりします？やっぱりよく聞くのが、まあ、カルチャーなり組織なり、うんうん、変えるところのカロリーが高すぎるっていう問題ですね、うんうん、上からの事例で縦割りの組織ができちゃってるのにどうしたらいいんだとか、うんうん、まあ、上司がなかなか分かってくれなくてとか、それこそデブオプスやれと言われるだけなんだけどどうしたらいいのかとか実際にデブオプスを浸透させるにはなんかどうしたらいいんだろうって思うんですよ。いや、これ多分ね、皆さん悩みどころだと思うんですけど、ね、うん、まあ、ただ、ちょっと今回話してる通りで、DevOps ありきじゃないんですよね。お客様にそのサービスを提供する、最大の価値を提供しようとすると、おのずと DevOps に行き着くはずだと私は思ってるんですね。うん、
だからまあ重要なところってそのビジネスモデルの棚卸しかなと思ってて、まあその企業の中でねどういうことをやってるかって、物売ってるだけだと結局遅かれ早かれ、まあ人件費を含むコストを抑えて生産できる同種の企業との価格競争、多くの場合ね、ある業種の中で真っ先にまあデジタル化した企業が市場破壊すると、これデジタルディスラプションって言いますけど、例えばまあ分かりやすいのはね、あのアマゾンっていう本屋ですよね、あの街中の書店を、まあ、かなり駆逐しちゃったっていう状況で、まあ、消費者って、まあ、私もそうですけど貪欲なので、かつてはね届くまで1週間待てたのに、今は翌日配送、下手したらなんかヨドバシカメラさんで頼んでエクストリーム便で当日みたいなってなるじゃないですか。確かに。でさらに、まあ、この先ってもう本当欲しいと思った時に欲しいものそこにポンってあるぐらいまで行き着いちゃうと思う。でそういうそのお客様の要望に応える方向に自社のビジネスが変化していくロードマップがあるのかどうかっていうところが一つチェックするポイントかなっていうふうに思いますよね。なるほど。まあ、もしそういうそのサービスとかアプリケーションすでに提供されてるってことであれば、まあ、お客様の要望をね受け付けるシステムがきちんとあって、要望がまあチケットとして、あの処理フローをキックするようになっているかとか、でそのご要望はこちらまでってメールアドレスがウェブページに記載されてるだけじゃダメなんですね。そこから先人力じゃないですか、そうやっちゃうと多分、はい、それは今の話でちょっと耳が痛い方も多いかもしれないです ね。でも今やろうと思えばね、その要望を受け付けたらそれトリアージして新機能にするのか対応しないのか決定するとか、新機能だったらアプリケーションに追加するスケジュールがちゃんとこう引かれて、コード書いてビルドテストして、でそういうまあフローがシステム化されていることが望ましいわけですよね。ウィークリーのスプリントだったら年にまあ、50回ぐらい、これ50回って本当に休みなしって感じになっちゃうんですけどね、例えばその iPhone だったら App Store で最近のアップデートちょっと見てみると分かるんですけど、その自分が使ってるアプリの中でも人気の高いものって頻度相当やってますよね。チェンジログ変更履歴が明らかにスプリントの要約だったりする、システムからこれ入ったでしょっていうのがそのまま入ってるアプリとかもあったりしますからね。まあ、でも確か1年って、まあ、大人になると特にあっという間に過ぎちゃいますけど、50スプリントって言われるとどんなチームでも50スプリントあればいろいろできるなっていう気がこうしてきちゃいますね。ありがとうございます。ここまでのお話で結構いろんなポイントが見えてきましたよね。まあ、より今のチームとか環境を良くしていこうと思ったら、多分一人でやりきれることではないと思うんですよね。なので、チームで話したりとか、まあ、本当気軽に雑談の延長みたいな感じで隣の人と相談したりすることから始められるといいなぁなんて思いました。まあ、そういう小さいところから始めていくと、おのずとデボスに行き着くみたいなことが起きるのかなと。そうですね。理想を言うと、はい、気がついたらデブオプスだったっていうのが理想でしょうね、きっと。そうですね。そんなに偉そうなことを言える立場でもないんですけどね。自分がその日常的に使ってるサービスをよく観察することっていうのは重要かなと。まあ、ここのツイッターでもいいし、フェイスブックでも通販でも何でもいいんですけど、それをその自社のビジネスに当てはめたときに何ができてて何ができてないのか、で、あるいはなんでできてないのかって言ったところですよね。で、さらにそこから、まあ、どうしたらできるようになるのかっていうのを考える。場合によっては真似したっていいと思うんですよ。で、そういうところから、まあ、デブオプスにつながっていくような気がしますね。で、改善しようって、このお客様に対するメリットを最大化しようっていうふうに本気で思ってれば、行き着くんじゃないかなって気がします。おー、素晴らしい。まずは観察というちょっとハードルの低いところから始めてみようっていうことですね。はい、それならちょっと早速、できそうな気がしますし、本気で思ってれば行き着くっていうのはまさに良いアプリを作ろうって思って行動されてきたマリオさんだからこそ言える言葉だと思うので、すごく腹落ちしました。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい、DevOps 界隈の方は近年の DX ブームをどのように捉えていますか？デジタルトランスフォーメーションですね。そうですね。マイクロソフトも大好きなキーワード。DX ニアリーイコールデブオプスぐらいの感じかな。はい。結局デブオプスっていうものを組織の中に浸透させていかないと DX にならないし、逆に
その DevOps が浸透して組織とかカルチャーとかが変革されてるっていうのはもうまさにトランスフォーメーションだと思うんですよね。なのでこれ DX ブームって言い方してるんですけど、これ多分 DX はねブームじゃないですね。すべての企業がサービスを提供するようにならなきゃいけない、そのサービスを提供するってことは結局デジタルトランスフォーメーションをしなきゃいけないってことになってくるので、結局本質的なカルチャー変えようとかっていうところが大事。DevOps はソフトウェアサービス開発の側面が強いですが、コラボレーションしながら価値を生み出していくと抽象化すれば、すべての知的労働者に重要と思われませんか？そうですね。知的労働者全般、知的労働者に限らないかもしれない。さらに言うと、デジタルトランスフォーメーションってある企業を軸として考えると、その企業の従業員もそうだし、お客様も対象になるんですよね。すべて関連する人間が幸せに仕事をするためにデジタルの力を使って変革をしていく、まあ、知的労働者に限らないわけですよね。開発者もユーザー目線、マーケティング目線が必要なのですね。ユーザー目線は必要かな。過去の自分のその開発をしてた時の経験から言うと、使いにくい UI になっちゃってるウェブページ、アプリってあるじゃないですか。ありますね。で、それって見てると、やっぱりそのユーザー目線が足らないかなと。使いやすいアプリだったりとか、ウェブページの UI を日頃からよく観察されてないのかなって気がするんですよね。例えばですけど、郵便番号の3桁、4桁の区切りの配分を入れないでください。入れてください。はい。どっちで入力されてもデータサニタイズするの、要は変形して正規化するの、別に難しい処理じゃないじゃないですか。うんうんうん、あれはうまくないなと。うん、開発者の方が自分が入力するときに、じゃあ他のウェブページとかアプリでどうしてるかって見たら、うん、どう入れてもちゃんと解釈してくれる UI が一番便利だって気づくはずなんですよね。なのでユーザー目線は絶対必要だと思います。ただマーケティング目線っていう言い方だと、持てればベター、必須とまでは私の場合は考えてない。今日のこの徹子の部屋、あ、間違えた、横田の部屋は、これ危ない危ない開きにさせていただきたいと思います、はい。今日はりょうさん、本当にお忙しいところお時間いただきまして、はい、お越しいただきこそありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。